こんにちは、即会塾の久保です。ちょっとね、横にゴロンと寝たままで失礼します。たまにはこういうのもいいでしょえっと、今ね、時間的には午後3時くらいですか。まあ多分、お勤めになってる方は、お昼ご飯食べて一息ついて、ちょっとね、眠くなってきたかなとか、あ、もう一息頑張って夕方まで、夜まで、えー、会社終わるまでやないとなみたいなねい、店が終わるまで頑張らないとなみたいな感じだと思うんですよ。うん、私もサラリーマン時代とかね、 店舗をやってることをよよく思い出すすんですよね当時はお金がないからあのもう逃れられなかったっていうのとあと日々がそういうので習慣化してましたね朝起きてなんだか用意して出かけていってで買い出し行ったりとか掃除をしたりとかねなんか他のスタッフさんとコミュニケーション取ったりとかなんかずーっと同じパターンでうん だだんんんややれればやるほど慣れていくんで環境に出勤初日よりもやっぱ10日目とかね1ヶ月目とか1年目の方が楽になってきてともすれば店に勤めてる時ってまあ私はオーナーなんで当たり前ですけども多分お勤めになってる方って最初はねよろしくお願いしますみたいな感じで入るんですけどもなんか半年とか1年やってるとそこが自分の場所であるかのようにねまるで自分の店かのように感じるんじゃないかなと思うんですよ。 うん、それも別にあの悪いことではないと思いますけどねいろんな感じ方があって、うん、むしろ自分の店だと思って大好きな人をお迎えするようなね環境を日々作ってもらいたいなというところなんですけどもさあね世の中お金で解決できることが多いっていのは当たり前であのやっぱりこう人間を支配する道具としてお金っていうのが発明されてそれは昔はね食べ物米とか麦とか 野菜とか畜産だったんですよね。ああいったもので税金回収したんですけども、あの、そういうのをね、あの、税収として場所代とか、うん、そういうので徴収すると、中央政府ってのは、それを警備したり、腐らさないように管理したりとか、そういうのにコストがかかってくるってことに気づいたんですよね。あとは、管理させている人の、まあ、横流しとかね、 着服とかって問題があって、これはいかんぞと。魚を魚のまま保存するのも、肉を肉のまま保存するのも限界があるぞと。こんな税金の取り方だったら、例えば、素養調っていう税収の制度がありましたけどね、昔日本にも。なんかその、麺織物を税金で納めるっていうのもいいよとかね、家畜を納めてもいいよみたいな感じにしたんですけども、まあ農民からしたらね、取られるのは本当に悲しいことで、例えば牛を税金の代わりに、 政府に持ってかれた、ね、税金の方に持ってかれたって言ってもじゃあ政府はその牛を養うために飯を食わせなくちゃいけなかったりとか病気になったり治療しないといけなかったりとかその牛をね飼、えー、う環境っていうものを整え,ない整えないといけないんで税を集めたがゆえにコストがかかるみたいなねこのの管理コストの問題とか出てきたわけなんですよだからやっぱり効率よく支配するためには、まあ、お金紙に書いた借用書ってのが必要だよねってことなんですよね。 お金って結局借用書なんですよね、きっとね。あの、えー、日本銀行って書いてますよね。その日本銀行券っていうのは借用書であって、お金を借りましたっていう証で、それを私たちに持たせてくれてるんですよね。だからお金を払うときって、じゃあ返してねっていうことなんだと思うんですよ。で、返してねって言われたら面白くないんで、国っていうのは税金っていう仕組みで、一旦手渡した、その、 銀行券をね、定期的に一定数回収するようにしたんでしょうね。まあそういう風にしていくから、まあ世の中回っていくのかなとかね、もう経済論というか、そういう、勉強したらな覚えがしますよ、吉田屋さん。私はで、ね。うーんああ。ちょっと眠くなってきましたね、やっぱね。大体ね、私1時とか2時深夜に起きて、それから作業ずっとしてるんで、お昼からお昼明けにかけて眠いんですよ。うん。 まあ吉谷さんがこうやって寝てる動画を上げてね、再生数上がってたみたいなのがありますんで、人が何を価値を感じるかってのは本当様々で、これだったら売れるだろうってものを、まあかなり高い確率で吉谷さんとか私はね、作ることができるんですよね、セールスとか、そういったランディングページとか。だけども、だけどもですよ、うん、なんかその、一生懸命売ろうかなって思う、その行動はビジネスなんですけども、 人は必要だったらそんなこと言われなくても「くださいちょうだい」っていうふうになるんですよねで私たちは「ください」と言われるものに気づいているかってことと気づいていてそれを商品化しているかどうかってことが非常に重要でそうなると集客の必要がなくなってくるんですよでこの夏私は2つの商材をうつの前に出すことになったんですけども1つは恋愛商材年の差恋愛の商材を1つ出しましたこれは多くの方あまり知らないと思いますけども私の朝のライブ放送を見てくださった方がね そのトラックドライバーで年収350万の方が年収180万のアルバイトの事務の,の方にちょっと恋をしたんですけども42歳と24歳かなんですよ。で18歳差。でそのトラックドライバーの方がまあ女性にね「いやちょっと付き合いましょう」みたいな話をしたら女性の方は OK だけど私はもう今30ぐらいの気持ちでいるんです。 これからあなたとお付き合いして 2, 年お互いに様子を見たとしてねそれで長い付き合いになるかなと思ったら今度結婚考えるでしょとじゃあ同棲するにしてもしないにしても、まあ、いろんな支度があって1年ぐらいかかるでしょとそっからめでたく結婚したにしてもそれからね妊娠出産とか考えたらもう30なんですよ私24だけども誰かと恋愛してそれから家庭を持とうと思ったらもうね30みたいな意識なんですだから収入は上げていかなくちゃいけないし 1>, 1年後にはこれだけかかるし3年後にはこれだけかかるし5年後はこれだけかかるしみたいなのは頭にあるんですっていうことをお話しされたんですよそあそのねトラックドライバーの男性はびっくりしてねここまで考えてるんだみたいな自分はその日暮らしで350万多少残っているけどもでも基本的にはあの余ったら何に使うお金ぐらいしか考えてなくてしかもトラックドライバーの給料も上がらないってことが分かってるんであの先のことをね考えたことがあったとでその女性と付き合うことになって 私のライブ放送をねその男性見てるもんですから私の速座塾に入塾してくださって、まあ、お金払ってくださったりねあとは年の瀬恋愛をうまくやっていくにはどうすればいいかっていうそんなご相談が来たんでその場でね商材を作って販売したんですよこれもまあだからその方に売れましたよねその方は年のせ恋愛で起きるべきこととか男性と女性のギャップとかね、えー、そういったものを私から吸収して今過ごしてるところですけどもすごいことには復讐にはちゃんと分かってるんですよもう、ね その女性とどうしても付き合いたいって気持ちから収入は、えー、と800万だったかな ?1 年後に。2人で収入を上げて。で、女の人もね、そっか塾入ってくれて、2人で800万ぐらい作っていくらしいんですよ。来年のだから8月ぐらいには、その2人の世帯年収が800万ぐらいになって、800万を突破したら結婚をして、そこに私を招待してくるらしいんですよね。だからお金の問題を解決すると、いろんなことが可能になってくる。いろんな未来が見えてくる。そういうことだと思うんですよ。で、逆にお金の問題が、 本当にね、後ろぐらい影を落とすと、自分の人生の邪魔はどこまでもしてくるんで、だから真っ先にお金の問題解決しないと。私は子供を育てるときに、10歳までに、山戸くんには会社を持たして、ビジネスを教えて、で、YouTuber かなんかわかんないですよ、メディアを作らせてね。で、投資もマスターさせようかと思ってます。10歳でですよ。そうなると、もう、中学とか行く必要ないですよね。もう自分で稼いで自分で食っていけるようになったら。中学で教わるような、 数学にしても古文にししててもも文自分ででできることになっちゃうんですよただ小学校で小学校の前半で受けるべき掛け算の区区と文字の読み書きこのぐらいはね当てにしてもいいかなと思いますけども使わない学問に関してはもう使わないわけだからほっといてねそれよりもビジネスや投資を早くマスターすることを教えていこうかと思いますねそうするとやっぱり自分も賢くないと稼げるようにはならないし投資もうまくならないんですけども学校の知識による賢さっていうのはいらないわけですよ ビジネスの世界で、もしくは投資の世界での賢さっていうのは、儲けることなんですよね。で、儲けには公式があるんで、その公式をしっかりやることなんですよ。その公式の読み解き方が分からなければ困るから、小学校の低学年、中学年ぐらいは言ってもらわないと困るけども、でもすでに小学校の5、6年生以降、中学生、高校生で学ぶことっていうのは一切いらないんじゃないかなと思います。それが証拠に、きちんと高卒だった、大卒だったっていう人が、今ね、どうなってるかってことなんですよ。使い物になってないでしょ。自分の方に除いて。 みんな暮らしに困ったりとか、就職すらできなかったり、ロスジレ世代はもっとなんですけどね、もう先をも見れない人生に入っちゃってるんですよ。だから私は思うんですよ。私が47年、昭和47年生まれですけども、すでにその時に、一人で稼ぐ力を日本全国国民に植え付けないといけなかったんだろうなと思います。で、うまくいかないにしても、投資の概念を教えたりとか、ローソク足の読み方を学校で教えないと、何のための中学なのかってことだと思うんですよ。 そんなね、他の、言ってみれば無駄なことやってる暇はなくって、時代が変わったのに、いまだにね、あの戦後 GHQ が作った教育、う目録に応じて教育してるわけですから、日本の弱体化の計画なんでね、あれはね。だから、自分の脳みそにイノベーションを起こせるような、そんな人生を送らないと、スタートからつまずいてしまうし、そうなると巻き返しはほとんど不能なんでね。まあ、そういうことをずら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 考えながら、今日はしゃべってみました。お金の問題を早く解決するためには、 うん、やっぱりねやってみることだと思いますよ1円の商品作ったりとか1000円の商品作ったりとか吉田さんが3百0円の商品作ってね差し賄になったらセールスしてるわけですよああいうきっかけでもいいんですよやっぱり変なきっかけで商品作るなとかね商品を作る動機っていうのは実は購入者にはあまり関係なくって自分の問題解決ができればそれで商品売れるわけですからね <laughs> うんなんか眠れないじゃないかと思って喋ってたらうん山田くんの滑り台これね この滑り台も本来だったら滑り台1個なんですけども私の場合はこのセット2つ買ってねこんな風に連結してるわけですよいや面白いですねで寝ながらこうやって動画を撮ってここでページビューが来るというねなんか仰向けになると顔って重力にこう従ってですね顔広がりますね目もこういう風にいった感じになるしだからこれが起き上がると重力が下に行くんでいつもの顔のポジションになるってことですよねじゃあ以上です